はね、はい、こういったお仕事をされている方ではないということなので、はい、今回はまあちょっと本当に、ね、ここで、まあ、ご覧いただくのは結構なんですけれども、はい、まあ、当院トークですとか、はい、そういったものはちょっとこう控えさせていただいてということで、素顔はご想像にと。まあでもこうやって見たら出てますね、もう薄かったね。なんかちょっと薄かったっすね。結構薄かったね。そして奥さんもリアクションできる人だね。ちゃんとね。まあでもあの、ね、視聴者の皆さんとかですね、来ていただいた方にご紹介させていただきたかったんで、はい、決してあれですよね、あの見せたいのは、まあ、奥様のまだ間に合いますので、終演後で判断していただければ。そうですね、この人とは無理だなと思っていただければね、先にあの退出願うということで。そうですね。いやでもよかったね。いや、ありがとうございます。本当素敵だね、本当に奥様を。いやずっと立ったまま喋り続ける。いいですよ、お座りいただいて。お座りいただいて。じゃあ山田さんとの距離が近くて、僕ね、このまま行ったら神父より近いですからね。そう、ただのニコラジになっちゃいますから、これ緊張しちゃうんですよ。じゃあちょっと失礼して、じゃあね、お座りいただいて、はい、失礼します。おめでとうございます。